どうもお疲れ様です。前回はブソン選手についてちょっとその生い立ちをねお話ししてみました。で、今回はその対戦相手、ロッタン選手についてちょっとね、私の方からお話していきたいと思います。このロッタン選手って何だろうな、ね、あだ名かなんかかなと思ったらロッタンっていう名前みたいですね。ロッタン・ジットム・アンノンというね、なんとも言いにくい名前でございますけども、きっと世界中の方がね、 日本語名を呼ぶときも言いにくいな、日本人はなって感じで思ってるのかもしれません、えー。タイの男性ムエタイ選手ですね、パッタルン県出身ということで聞いたこともないようなところから出身されております。えー、現在ではワンムエタイ世界フライ級チャンピオンということで、すごい選手とね、ブソン選手も戦うんだなというところでございます。このロッタン選手ななんんですけどもなんと 8歳のの時ににムエタイの試合に出てるんですよどうなってるんだよと思いますよね8歳なんて私たちはね鼻たれこそでしたからねいかに駄菓子屋に早く行くかいかにウルトラマンカードをねたくさん持つかってことに執念を燃やしていたような気がしますけどもねそのロッタン選手ですけども14歳の時にバンコクに移住してじっとむあのジム所属言いにくいんですいません 言い間違えてると思いますけどもじっともなんとかジムというところでね、えー、選手として登録したらしいです2016年1月2日ムエタイ125ポンド級56.7キロですねまあこういった形で戦ってるわけですけども2017年にはスーパーフェザー級で、えー、なんと王座決定戦で対戦して判定勝ちで王座チャンピオンになったということです 2017年にもうチャンピオンということなんで何歳え20歳ぐらいですかうロッタン選手強人ですねこれもすごいですねで2018年、えー、ライズで夏川天心さんと対戦して延長にもつれ込む接戦の末判定負けを喫したということで王座獲得が失敗してるわけなんですけどもこの時の試合っていうのはね 私たちの胸にも熱く残ってるんじゃないかなと思いますって私その試合知りませんけどねすいません <laughs> 解説っぽく話すとそういう形になりますで2018年10月のことなんですけどもルンキッドモーベストカラマーっていう方がいるんですかとラジャダムナンスナンスタジアム認定スーパーフェザー級も言いにくいですねこの辺ね、まあ、とにかく対戦してまた5ラウンドで判定負けをしてしまって王座獲得を失敗したっていう経緯がありますですんで ロッタン選手も鳴り物入りで無タイの選手としてデビューしたんですけども必ずしも平坦な道ではなかったってことですよねそして2018年同じ年の11月にもうすでにね対戦してるんですよだから毎月戦ってるみたいな感じですよねでそこで勇気、えー、選手と判定勝ちをしたらしいですまあすいませんライズの勇気選手らしいんですけどもこの選手の方は私知りませんので多くは語れませんで 2018年11月18日、ライズワールドシリーズ2019トーナメントの出席をしたということらしいですね。トーナメントは全力で戦います。私ももう一度、天心と試合をしたいですというふうに、雪辱を晴らしたいという意思を表明したということになります。で、2019年の1月22日、ライズワールドシリーズ2019トーナメントの1回戦で、フレッド・なんとかと対戦することが発表されていたんですが、ライズ運営からジムサイドには、 参戦合意をもらっていたんですが契約元のワンとの話し合いがうまくいかずにスケジュールが合わないために参戦不可能ということになったらしいですね悔しかったでしょうねえそしていろいろとお経歴は続くんですけども2020年2022年のあたりまでいきましょうかえっ、ー、と2022年の5月20日ワン157で開催されたワンフライ級ムエタイワールドグランプリの1回戦でジェイコブ・スミスと対戦し判定勝ちを収めたということですねなるほど 2023年9月22日、割と最近ですね、これはね、ワンフライデーファイツ34のメインイベントで、ワンキックボクシング世界フライ級王者のスーパーレック・キアトモナインと対戦し、もうね、いろいろと言いにくいんですいません、解説は限界です、ここら辺までが。とにかくすごい人だということをね、一言でまとめさせていただいて、終わりです。ちょっとねねロッタン選手につきましてはねあのー なんていうんですか。地名とか人物名がややこしすぎて解説になりませんね、これはね。えー、ぜひ皆さんでね、それぞれ c べてみ見てくださいという、なんとも無責任な解説でございました。すいません。武尊選手ほどうまくまとまらなかったです。以上です。お疲れ様です。